大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、というわけで2回戦目やっていきましょう。いやー強かった、いや強かった、うん強え、うちのチームありがてえことに、トムさん誕生日おめでとうございます。ありがてえことにめっちゃ強えぞ。さーて、ここには オーロラさんがいますね。うん、オーロラさんはね何もせず打ってくれるので、やっぱルーディさんを3割持っていこう。おっと調子が良くないぞ。あー、しまった、向こう見損ねた。前回松井秀喜と、ね、村松でしたからね。お待たせいたしました。一丸となって延岡を目指します。この前延岡行ってきましたよ。それ甲子園大会2回戦、うん、の話だ。第1試合の模様をお届けいたします。一塁側チキン南蛮美味しかった。西の横綱高校チーム、あとハンバーガー、ハンバーグ、ハンバーガー氏が佐世保ボヤさん、佐世保、青木、ノリチカいます。塩崎、あれプロまた2人ぐらいね、もしかして。右の北別府やんけ。そもそも北別府学さんじゃないか。スピードスター、どっち、北別府学さんのやつ、名前は絶対そうだよね。絶対そう。135、直球はそんなにまだ速くない、うん、でですよ。あ、ここは塩崎じゃない。で、青木のりちかは青木のりちかだよね。多分宮崎出身なんでね。うん、青木のりちかは1月5日なんや。へえ。まあ確か同い年だった気が、うんうん、同い年だった気がします。1981年1月5日生まれってことかな。天才ですよ。まだね現役続けてますからね。しかも3割近く打ってるわけでしょ。すごいね。名前で吉田って見ると強いイメージしかないけど、よく見る名前、筧、筧さんね。でも北別府さんかな、北別府さんかな、やっぱり。と山本、どっちの言い方もおかしいけど、シュート回転150。若い、これちょっと調べておこう。8月17日の山本、オリックスかな、オリックス。今の山本じゃなくて、今も山本って言い方おかしいけどなんだそれ。ちょっと強振とかしたら打つかな。うん、ちょっと強振センター返し見てみようや、うん、もしかしてルイさんホームラン打ちたいかもしれない。俺も打ったるわいっつって、任しとけいいっつって。大バッテンゴー、素晴らしいヒット。ツーベース。高校チーム3割を打たせたい。先制のチャンスを迎え、脳筋なのか脳病かなのか。脳筋ですね。あの2人は返してくれたんでしょう。多分ルイさんをね。うん。ですね。打点についてますんで。素晴らしいじゃないか。さあ行け。ルイさん行け。引っ張り。北別府さんから。おっと打ち上げてしまった。しかしこれはどうなる。ポロッとね。掴みました。そんなわけにいかない。ランナーとランナーはありません。 C あるからないよね。おっと逆転されておる。さあルイさん、ここはやっぱでも引っ張りじゃないんだな。センター返しや、センター返し。おーしまった、これはやらかした。エラーしてる、やらかした、エラーしてる。帰ってこれる、帰ってこれるよ。あー惜しい。ノアトランナーに3分。いい、やっぱりね、なんか起きるんですよルイさんがすると、うん、不思議とね。はい、ナイバッテン。やっぱり強えな、 B は。B と B 強えわ。ひっくり返した。サクラ、タイムリーツーベース。サクラね。サクラさんは名前呼ばれますから。三振。ついにね、2桁乗った男ですから、2桁。2桁ホームラン。あいやー、打ち上げてしまった。ショート、落下点。取りました。でも調子がすごく左右されるね。ほい。急成長は、おっと抜けるか、抜けた、軽く抜けた。急成長はこの次使おう。なんで一回止まったんや。おっ、高校チームもしかして抜けてるみたいな。4対2。はい、絹笠さんも3割乗せてあげたい。初球を打ちました。なんかキュープしたバッティングやった。落としてる。記録はライトのエラー、ライトのエラーです。高校チームなおもチャンスや。さーて、天才の打撃を継ぐ男。はい、落ちる。打球はセンター。ああ落ちる。前に出るヒット。三塁ランナーはホーム。
なんで、あやっぱホームラン警戒してるのかすごく後ろを持ってる気がするな。さあ、アルミさん、盗塁はないっしょ。盗塁はない、ない場面だと思うけどな。みんな強振始めた。みんな強振を始めてしまった。あら三振、残念。さあ、マイケンはね、打ち下がりなんですよ。タッチはセーフ、打ち下がりなんで。いいね、チャンスの時に流れるチャンステーマ。おっと、取った。ベースカバーに入る。北別府取ってアウト。あ、井出ってもしかして翔太郎？今気づいた。井出翔太郎ちゃう？もしかして。あ、手が違うわ。井出翔太郎の手が違う気がする。手は手だもんな。出るじゃないもんね。うんうん。でも井出も、井出の手の方も宮崎やったし気がする。井出翔太郎君。これは内野へのフライダー。北別府落下点に入った。なんかルイさん打たせることやっぱできんかったな。でも今日1本打ってますからね。1本打ってますから。でこれはもう田川さんが出てるので、天才がさらなる成長を遂げることが。ゴー、もう水に走る。送球、これは悠々性盗塁性。水に走ります。今日急成長したんでね、せっかく。ああしまった、ああしまった。レフトまた同じところだ。同じところに取る。今度は取りました。ランナー2塁に戻ります。さすが大きい。ランナーは2塁変わります。ファイト。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。流し打ち、二塁タッチセーフ。インコース、インコース投げる。あ、インコース投げるな。インコース投げます。じゃあセンター返しの引っ張りか。センター返し、ライトへ上がった。吉田取りました。ボールは中継。高校チームなおもチャンスが。もう1点欲しいな。追加点のチャンスを迎えています。もう1点欲しい場面ですね。確かに引っ張り。もう5も4も変わらんからな。5も4もどうせ変わらんからな。6は強いけどな。6は強い気もするけど。はい、ワンアウトランナー1塁です。さあ、弟さん出たのは前剣。ここはダイソーで、本当にダイソーでいいですね、きっと。どうしようかな。東くんをダイソーで出してもいいんだけど、走塁か。盗塁持ってねえかな。盗塁は持ってねえな。ここで出すのもったいない気もするな。でも毎回変えときてえな。変えときたいな、ここで。もう一周回ってくるかな。回ってくれたらもうこのままもう東に変えとこうか。で、送りバンドと見せかけてセーフです。ほい、これ送りバンドと見せかけてセーフ。あー、いたたたたたたた、怪我せずでよかった。今日はここまで4打数1安打。クセモノ、さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。ミート転がす。ライバッテン、あれ、惜しい。バウンドが良すぎだ。スリーアウトチェンジ。バウンドが良すぎだな。さあ、このまま、東区に投げてもらうと。前だ、いよいよ。さあ、9回ですよ。守備変えていきましょう。もう全員変えていいですよ。ファーストまで。さあ、ここはあと1回ずつ変えていって。さあ、持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。東君はまだまだ変化球が足りとらんっていうね。初球打った、抜けた。おっと、こう見るとやっぱり守備ってね、すげえんだなと思う。ゲッツーコース。初球打ち、よっしゃ、サード。あっと、送球された。ヘッドスライディングは間に合いませんでした。危ない危ない危ない。ストライク。タッチはセーフ、二塁はセーフ。あ、待って待って、ピッチャー変えてるか。ピッチャーを変えていく。国君は一応出しとく。東、ファースト守らせてもいいような気もするけどね。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮する。ほい、今どよめいた。オーケー、うおーっつってから。オッケー、を見せましたが、ここはさて、うちのまたクローザーの出番ですよ。一回任せれるほどのスタミナがないからね。ここだけはすごく長い。ここは長くいく。そして、守備とかもがっつり使っていく。そりゃあ打ち取れるでしょ。こんだけみんなに支えられてますから、そりゃ我々も頑張ってくれと思いますからね。しかも黄色い線を使ってマックスですよ。変化球使っていきましょう。はい、
セイ、はい、取った。もうなんか危なげなさすぎて、これもう一試合いけるんちゃうかって感じよね。この効果を飛ばせばいけるわ。じゃあ飛ばします。この効果飛ばしてもう一試合いきましょう。15、6分の動画やったらね。でもこの次またあれでしょ、俺がね、苦戦を強いられるでしょ。さあ、佐藤さんのパーミートが上がってきましたね。この辺はもうずっともう上がり続けていくと思うんでいいと思います。ルージさんの守備力が、おっと、だいぶ上がったね。平沢さんも上がってる。もう上がってない人いないよな。マイケが上がってねえ。なんでや。まあ、どんどん行きましょう。素晴らしい試合ですよ。白白白白白白なんもない。もうじゃあこう抜けるか、思い切って、ダッシュダッシュ抜けよう。スクラップブックは後から見ます。ポカポカ陽気、テンション上がる。速球、足、肩、足、肩、呼吸、疲れた。なんて、おお、勝った勝った。覚えと覚えと。さあ、ここはどうしようかね。また打ってくれるのを期待するか、走ってくれるのを期待するかですよ。まあでもねでもねいや、弟さんやな、ここは。高橋さん調子が悪い、ちょっともったいない。あ、またみんな忘れてます。こうみんな忘れてました。お待たせいたしました。今日が終わればベスト4が決まるということになります。飛ばしていきましょう。さて、まあ、知ってる選手は今のところいなかったかな。さあ、さあ1点取られてますね。1点取られてますけど関係ない状況ですよ。セーフティーで第9セーフティーバント。あー、これはもう余裕でセーフ。キャッチャー取ってボールはファーストへ。セーフ。で、盗塁してくれればもっと面白い。おっと、まさかの点入っていない。まさかの点が入っていない。いいピッチャーが有山さん。おっと、抜けない。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。守備。あ、久々守備やな。久々守備な気がする。まだ変化球やな。変化球大事の、出し入れも大事。変化球ポイントも稼いでいく。取れる。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。まだまだ。まだ5回あるからね。さあ、ワンアウトランナー二塁。さあ、オーロラさん。もうでもね、転がせとか本当はもったいない気がするけどな。初球打ちました。おっと、もったいね。アウト。いい当たりでしたが、ショート正面でした。甘い球だったんだろうな、きっとな。振っちゃったんだ、思わず。さあどうする、さあどうする。ここホームラン欲しい場面やけどね。さあ、抜けた。 OKOKOK。 さあ帰って、これないね、まだね。でもう一回操作させてもらえれば盗塁ある。あるね。じゃあ盗塁。二塁送球は二塁がセーフ。高校さあて、さあてどれかやな。お強い当たり、入れば逆転だ。伸びて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 、よしよしよし、逆転。すげえ、ギリギリ伸びた。ギリギリだったな。もう狙った、ね、流し打ちでしたね。今日はレフトフライト。さあ、この強振流し打ちでいく。続くかな。惜しい、ちょっと調子悪いからね。おっと、これ抜けるか。抜けた、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 抜けました。アルミさん、ライバッテン、調子悪いのに打った。いけますね、これいけますね。じゃあもう前傾も続いてもらおう。ここはミートの流し打ち。右方向、右方向、右方向甘いよ今。おー、引っ張ってる。押して、スタンドに入りました。ファール。まさかの引っ張った。流し打ち、流し打ち。野口、フェアか。野口一塁、ベースを踏んでアウト。スリー。さあ、守備、ワンアウトが一番で一番危険な場面。究極の思考、1点はシャーだ。ゲッツー、ゲッツー欲しい場面。おっと、これはやばい、やばい、いや、おっと入らんでよかった、同点か。おっと、同点にもならん。
なんとか止まった。高校チーム、なおもピン。さあ逆転のピンチで迎えるバッターは広瀬。高校チーム、ここは外野フライも避けたい場面です。ゲッツーはもう無理やかな。おっと満塁か。セーブ。三塁満塁は満塁で危ねえ気もするけど。打ちました。うわー、入れば逆転だ。さらに伸びていく。そうか、やられたな。やられましたね。しかしこの男にはまだセーフティーバンドっていう恐ろしいもの。ああ、呼ばれた。呼ばれたか。この男セーフティーバンドしかせん。と思わしといてセーフティーバンドですみたいなね。さあ、はるみさん。勝ったんかな、デデンのは。勝ったよな。マジか。守備がいい。軽快な守備を見せました。3アウトチェンジ。さあ、8回。打たしてくれんの。ゲッツあるよ。うわい。ヒットになります。ゲッツない。ゲッツない。なんか、やったら初めてだな。マイケンが。ツーベースヒット。じゃあ変えるか。ここまで2安打の前山。前田。ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。左やな。前田。降板。左の東君ですよ。はい。打ちました。これは何だろう。点はないね。一応投球。アウト。これでしっかり。しっかりこう。緩急。まだ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 成長するないと。うん、待って。来ました。ゲッツない。ゲッツない。ゲッツ相変わらずない。アウト。ゲッツ相変わらずないから。2アウト。ランナーは二塁三塁。内野ゴロ、内野ゴロね。カード切っちゃうよ、こんな。ここは持ち前のクセモノぶりを発揮。初球を OK。 交代。余裕があります。 OKOK。 なんとか抑えた。ホームランはちょっと痛かったけど、ホームランちょっと痛かったけど、さない。2者残塁。8回の表が終わって、6回がちょっと痛かった。8回裏ワンアウトランナー1塁なしか。なしか。じゃあお父さん絶対に塁に出てほしい場面。うん、エラーする。エラーした。エラーした。よかったよかった。サードいけるか。サードいけ、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 サードいけ。あー、いけんか。さあ、ルイさん、ルイさん必ずヒット1本打ってくれたらいいね。なんだこれ。なんだこれ。惜しいよ、いいよ。ここはもう待て、待てからの転がせ。二塁ランナー抜け。ない。エラー。またエラー。どうした？どうしたお前ら。突然エラーを始めたけどどうした？さて、外野が守れる選手が田川さんがおるので、ファーストはなんとかなりそう。でも調子が悪い。また気になさをファーストに回してる。どう？これなかなか素晴らしい作戦じゃない？さあ、佐藤さんがまだ持ってるからいろいろと。ショート右。これはちょっと想定外。落下点に入りました。落としても落とさんでも想定外。取りました。これで。さあ、高さんがもうめっちゃ打ってんね、あなた。さあ、ここで強振した姿を見せることができるか。どっちかな。でもセンター返しやろな。強振センター返しやろ。初球から打ってった。強振センター返しのホームラン。打ちました。おっしゃ、入った。逆転。よし。さあ、OK。満員の甲子園球場が揺れています。いやー、全然。全然このチームは負けてても負けてても関係ない。まだいける気がしたもん。で、高橋さんやなかったらオーロラさんも出てるでしょ。さあ、持ち前のファイトが全面に出てきました。オーロラさん出てるわけじゃないですか。打ちました。あれ、引っ張った方がいいかな、もしかして。流れ来てるんじゃない。ライト、あのレフト方向見逃し三振。ことなかった。さて、さてさて、最終回、守備を一気に変えると恐ろしいものもある。セカンドがちょっと怖いんだよな、実は。実はね、守備鍛えてないから、セカンド。でも、野口調子悪い、いいやつ。さあ、持ち前の気迫で相手を威圧しています。さらに調子が悪くなる。相手はビビって仕方ない。OK。いい音、いい音。来ました。ファー。ここは変化球じゃないですか。ペイ。変化ボール球打った。オッケー。沢崎、自分でベースを踏んでアウト。すげえな。これでワンアウト。ランナー。バッターは1年生。高山。ホームランってダメージでいけば、打たれた方は、今日打たね、打たれたけどさ、うわーって感じだったけど、打った後はやっぱ流れが違う。高山、いいバッティング。すごい。
全然違うと思う。さあ三振欲しい、三振欲しい。沢崎取った、一塁送球飛び込んだ。あ、ぶだ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 、取ってアウト。一瞬悩んだな、一瞬悩んだ。さて、じゃあうちの守護神国木降板。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球。さあ行きましょう。能力上げて、高校チーム今日に上げて、守備はないのか、調子をマックスにして、もうこれ以上ないよっていう状況にして、外角、はいはい、ゲームセット。何ですかこれは。準決勝進出です。春の甲子園大会準々決勝戦を勝利、あっさり勝ちました。田川さんの、逆転スリーラン、当然大きかった。はい、勝ったよ勝ったよ。強すぎませんかうちのチーム。いや高橋さんのスリーランだ。いやもう本当これに尽きるけどな。まあ6回打たれた本当にスリーランは、広瀬のスリーランはちょっといただけんかったけどな。マイケンな、まあ仕方ね。さあ、マイケン一発だったよね。またね、さあしょうがない、一発打たれたもん。まあでもそれはまあまた消してもらおうな。どうせあいつが来るやろ。対強打者、お、しっかり抑えたけんな、やっぱな。さあソロンさんが155番に見えてきました、見えてきました、見になりました。キラーサーさんのミートも佐々木さんも上がってきておる。で、外野軍団はまあまあ素晴らしい。外野軍の肩が上がったの大きいな、あれさ、ほんとキャッチャーが見えてきたよ。すげえな、素晴らしい、素晴らしい戦いです。これは総合練習を1しかないけど踏んどこう、一応だから2個見れるんかな、スクラップブックキット。何も分からん、何も分かんねえ。スクラップブックを見に行きます。2試合分ドン、マイケンね。でそして納金ダンダセオンセイスと、またオールさんや、オールさんやんけ、またマイケンかっけー。ここはスケジュール見直し使って1分動きたいとこですな。ある、食事会もある、食事会。さあ準決勝かな、次は準決勝はまた1本1本いきたいと思います。では準決勝と決勝、続けてはいかないのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイちゃん。